い、皆さんこんにちは。今日たまらんちえんです。さあ、いつも私のチャンネルに来てくださってありがとうございます。そして初見の皆さん、はじめまして、私はですね、京都北部福知山で観賞魚店&ミニカブクワショップを営んでおります、京都の金魚焼子店長と申します。よろしくお願いいたします。そしてですね、私は YouTube を通して金魚、ランチュ、カブクワ、鉄道模型、そして家電製品の紹介などなど楽しい動画を配信中ですので、よかったらチャンネル登録、高評価していくとめちゃめちゃ嬉しいです。やる気もめっちゃ出ます。はい、それでは今回の動画内容は、キコ店長金魚屋さんに行き第8弾ということで、末広がりの8演技がよろしいですねということで、はい、飼育記録のですね、期間はですね、5月の11日の水曜日から5月17日の火曜日までとなっております。はい、それでは動画の方ご覧ください。どうぞー、満塁ホームラン。はい、本日、5月11日水曜日、ただいま時刻20時58分、お天気は晴れのち曇りということで、はい、今日はですね、まあ朝ね、結構まあまあ、本格的な雨がザーッと降ってまして、で今日は一日雨やなとかって思ってたら、お昼頃にピタッてやんで、ほんで、あ、やんだわと思ってて、あ、雨やから、まあちょっと涼しい感じになるかなと思ったら、予報通りね、あのじめーとした感じになっていてね、ほんで別にね、晴れてお日さんが差してわけじゃないですけども、このハウスの中が湿気と暑さでボワってなってて、慌ててね、あの空気入れ替えや言うてね、やってたんですけども、これがまた来月ぐらいやったら、これ毎日続くやんと思ったら、なんか嫌やなって思うんですけども、まあね、夏を迎えるために梅雨はいるんですけどもね、ランチュー飼育してる人間からしたらね、厄介でございますよ。はい、ということでね、まあいろいろありますけど、今日も魚たちの方見ていきたいと思います。はい、それではね、いつものようにハウスの気温からということで、今24度あります。そして水温の方は、よいしょよいしょよいしょ、はい、25度バッチリ。そして今みんなでお団子をめちゃくちゃ食べておりますというか、もう食べちゃったんちゃうかな、これまたみんな撮影中やか、もうちょっと待ってくれへんかな、まあ勢いがあるいうことはええことですけど。はい、ということでね、相変わらず食欲旺盛な京子ワンちゃんたちで、もうお団子食べたらね、もう直ちに解散していくっていうスタイルなんですね、これね。ね、魚たちはね、健康的な色、そのものででしてね、今んとこ、まあ今んとこというかね、順調に、来ております。ね、ほんま病気とか専用にね、ほんまに毎日毎日ね、もうこれでもかっていうぐらい魚を観察しております。はい、そしてね、こちら、4月15日生まれの稚魚ちゃんズということで、半分はね、第二嫁の方に、今おりまして、残りの半分ね、クラス分け通してですね、今こんな感じで、残っております。魚たちも健康的なね、色しておりまして、今ね、秘密のお団子を食べておりましたね。このコラも撮影するからと思って、お団子あげてね、私が喋ってあげて全部食べちゃうってね。はい、ね、お秘密のお団子食べてもこんだけパパパパピピピピね、泳いでいるんでいいんじゃないでしょうか。はい、ということでね、今日も元気な京子ワンちゃんたちでございました。そろそろですね、まあ、魚たち、まあ、稚魚、青子、黒子とですね、ずらっと出てきまして、まあ、クラス分けもしてね、今年のですね、魚の出来具合も、まあ、大体ね、こうおまかですけどイメージできてきましたんで、もうそろそろね、新しい血統とかね、ちょっと新しい子たちをですね、そろそろ招こうかなと思っておりますね。先月はね、本番に魚ももう満杯やったんですけども、お客様のところに新しくね、行った京子ワンちゃんたちやら、2歳親もいますんで、ちょっと意見にね、隙ができましたんで、まあそうそう、そういうのもね、考えていこうかなと思っております。さあ、どんな子を招こうか、今からちょっと探しますね。はい、ということで今日の記録は以上です。また明日。はい、本日5月12日木曜日、ただいま時刻19時21分、お天気が雨のち曇りということで、はい、今日はですね、やっぱ予報通りね、雨でした。そしてですね、まあそんな中なんですけども、去年停電があったんですよ。停電が。
短い時間帯やったんですけども、連続で2回ほどスンって切れて、でなんか3分かそこらしてまたスンと切れて、でそのとこはちょっと長かったかなと思うんですけども、停電あったんはね、ここの京都北部福知山のハゼっていうとこなんですけども、京都丹波ランチ園があるとこがハゼっていうんですけど、そこのね1丁目2丁目だったらここら辺だけやったみたいです。で昨日もね実際のとこで停電8時ごろやったかな、1回あったんですよ。でなんかもうどうしたんかなとかね、まあまあなんかあったんかなぐらいで思っとったんですけども、こういう時にやっぱ準備ね、準備が大事なんですよ。私もわっ電気切れたって言うたら、ヒーターもあるしってブクブク入れてっていうので、もうバッチリ持って、でもうぐちゃってねコンセント挿してって言ったらもう動きましたし、いざ言う時にね大慌てせんように、皆さんもぜひね愛魚を守るため何かこう非常用のね、電源等を持ってねおられたらほんまにね便利です。備えあれば憂いなしでね。はい、ということで、そんなことでした。では私の話もねちょっと長くなりましたけども、魚の方もサクッと見ていきたいと思います。はい、それではいつものようにハウスの気温からということで、23度、そして水温の方は、はい、25度でございます。はい、そしてですね、まあもういつもと変わらない光景なんですけども、お水換えも済みましてね、早速お団子ちゃんの方あげております。魚もねこうちょっとねふっくらとしてきてね、とっても可愛らしい感じになってきました。やっぱねこうちょっとランチュのね青子ちゃんとかでもねこのぐらいちょっとポチャっとね、まあポッチャというかふっくらしてるのがね、いいんじゃないでしょうか。いやーしかしよう食べますね。はい、それじゃあね、京子町ちゃんたちはもう餌に夢中ということで、まあまあちょっとそっとしておいて、はい、こちらエアポンプ1300ということで、はい、こんな感じでね乾電池2本でね動いております。そして、ちょっとねもう蓋するのあれなんで、あれなんでほんまね蓋して動かしてくださいね。これで弱で、で強でね、こんな風にブイーンって言ってますけどね、頑張っておりますけど、いや出しております。こちらはですね、まあ私も普段水替えするときにね、親の水替えとかするときにもエア入れますんで、でまあこういう風にまあもうセッティングしてあるって形なんですけども、まあ、他の池のやつもねもう電池さえ入れたらまっすぐ動くようにねスタンバってはおります。あったらすごく、便利です。はい、そしてね今ねまあ蓋ね閉めて、で改めてこうやって表面ね、表面というか思って取ろうと思ったんですけど、これよう見たらここナショナルって書いてあるんですよ。ナショナル今やったらねここパナソニックになってますけどね。いやそう思ったらねやっぱこう見た目とねこの基板だちょっと古い感じがするんで、やっぱその結構前にね買った品物ですね。いや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 、さすが、まあ、ナショナルさんというかパナソニックさん製品でね、すごいこれねもう今でも大活躍ですよ、しょっちゅうしょっちゅう。いややっぱすごいね一流メーカーは。はい、それじゃあね最後ちょっとナショナル見てねテンションが上がった、店長なんですけども、はい、まあ話戻しましてね、やっぱ備えあれば憂いなしということで、まあ何事もないがね一番まあいいんですけども、まあいざという時にねバタバタあたふたせんようにね前もって準備しとくっていうのはね、まあね、ま、皆さんに言うね偉そうに言ってるんじゃなくて、もう自分に言い聞かせてるんです。もう先前もって用意しとけよ店長みたいね。これかってね電池なかったら動きませんのでね、ちゃんと普段から電池の点検とかバッテリーね、いざ使おう思ったらバッテリー切れとったら話になりませんのでね、はいね、店長がもう気付けよってうんうんってナショナル君も言うております、福岡君も言うております。はい、じゃあね、今日の記録は以上になります。また明日ナショナル。はい、本日5月13日金曜日、ただいま時刻19時19分、お天気が雨ということでね、昨日も今日も雨でしてね、
もう阪神野球ね、試合ないんですよ、連続で、ね、まあ、試合がないいうことは、まあ、ある意味負けへんいうことでね、まあまあね、なかなか阪神の調子もね、上がりませんので、難しいところなんですけどね、でもね、うちはこの蘭中園のね、このもうメンバーはね、生き物チームらはね、めっちゃ調子いいんですよ、この丹波蘭中園のこの調子の良さをですね、まあ、なんとか阪神にも届けたいところですけどね、どほほほほって。でもね、こうやってね、私もこうどんなことがあってもやっぱ阪神ファンで応援してますんで、ね、決意の証ということで、今日は試合がなくてもこうやってね、ユニフォーム着てこう気合を見せておりますね。何のこっちゃ言うんですけど、まあまあその話は置いといてですね、まあこうやってね、ちょっと今日も、こうじとじととね、湿気の高い、ね、湿度の高い感じの、園内ですけども、まあ魚たち調子がいいですし、まあその様子の方をご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。はい、それじゃあね、いつものようにハウスの気温からということで、今24度あります。そして水温のもでんでけでーん、はい、25度とバッチリでございます。はい、そしてですね、まあ本日も絶好調な京コアちゃんたちでございます。水換えも終わってですね、今まあコペポーダを食べている時です。そしてですね、昨日おとついかね、雨予報もあって、まあ実際にちょっと雨もパラパラしてお天気がね、すっきりしませんので、餌やりですね、ナイターの餌やりなんですけども、まあ大体水替えた後に一回お団子あげて、その後もコペポーダとかね、赤虫とかにしてあげております。そうです、今7時ですから、まあお団子を水替えした後に1回あげて、この撮影が終わったらもう1回あげて、その後の2回はね、もう赤虫とかにしてあげようかなと思っております。青子ちゃんね、こうお腹のね、この霜の方までちょっとふっくらしてね、可愛らしい感じになってませんでしょうか。どうですか皆さん。はい、ということでね、こうやってじとじとじめじめしたね、お天気の中でも、元気な京子ちゃんの姿、ご覧いただきました。前もね、同じようなお話したんですけども、こういう時ね、まあもう張り切ってね、ナイターで逆毛とかセントですね、またね、天気が良くなってからその日の分までね、張り切ってお世話してあげたらいいんでね、ここはちょっとぐっとこらえてっていう感じですね。はい、また言うてる間に明日ね、またちょっと天気が良くなってきますし、またね、明日からの、ナイター張り切ってね、餌やりしたいと思います。ということで今日の記録は以上です。また明日。はい、本日5月14日土曜日、ただいま時刻21時47分、お天気は曇りということで、はい、ちょっとね、お天気が良かった、こともあってですね、ちょっと冷えてますね。ただいまの飼育ハウスの中はですね、18度、ね、18度になっております。そしてですね、あれ、今日は店長えらいちょっと暗いとこにおるな。そうなんですよ、今日はですね、ちょっとまあ、休ましてる、休んでるね、アホ子ちゃんたちの様子をちょっとご覧いただこうと思いましてね、はい、ちょっと暗めの感じになってますね。はい、でもういつもでしたらここにね、ライトがあって、まあ、ここもついて向こうもついてってね、してるんですけども、まあ、今回動画ね、皆さんご覧いただこうと思いまして、ちょっと早めに寝させたんですよ。ですから今、まあ、どんな感じで魚がね、寝ているかっていうのをちょっとご覧いただきたいと思います。ちなみにね、結構金魚卵中って光に敏感なんで、多分私がこの自分を映そうと思ってこの当ててるライトが後ろにちょっと当たってるんで、もしかしたら起きちゃったかもしれないですけども、まあまあちょっととりあえずそこはご覧いただきたいと思います。はい、それではね、ちょっと魚たちの様子見たいと思います。でもね、このモードのまんまではね、魚見えないんですけども、こうちょっとこう秘策のこちら行きたいと思います。ギョロメちゃん、ナイトモードオン、ポチッとな、来ました。はい、じゃあね、こちらでちょっと覗いてみたいと思います。よいしょ、みんなちょっとお邪魔します。でん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 、はい、あ、みんな休んでますね。ほら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 、仲間たちと一緒に、よいしょ、ちょっとね、カメラのアングル迷いますけども、ご了承ください。はい、どうですかね、魚たち
こうやって休んでますけども、そこに座ったりとかしてませんよね。ほらほら、なんか軽く泳いでる子もおりますしね。この状態でもなんか調子いいなっていう感じですよ。寝てるんですけどね。はい、ちょっとね、別の角度も行ってみましょう。よいしょー。おー、あ、こんな感じだね。私もちょっと初めての試みでしてみましたが、なかなか面白い絵ですね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。休んでいる青子ちゃんたちの映像でした。やっぱね、調子のいい魚ってね、休んどっても座りませんしね。そしてやっぱこう休んでる最中でも魚がね、こうやってキャッキャッキラッとね、光るっていうことはね、ほんまに、魚のね状態がもうめっちゃええっていうサインですしね。まあこれを見たら、ね、店長も安心してね、また事務仕事に戻れるという話でございます。ということで、今日の記録は以上です。また明日、ランチューちゃんたちおやすみ。みんなまた明日。はい、本日5月15日日曜日、ただいまの時刻20時49分、お天気は曇りのち晴れ。そしてですね、今の、気温が、12度ということで、はい、やっぱね、昨日はね、まだ半袖で折れましたけども、今日はもう1枚ちょっとパッとね、羽織らんと寒いなと思っております。で、今ね、スマホでの、天気を見せていただいたんですけど、マイナス、昨日よりも、最低気温マイナス7度ということでね、またカッターンと来ましたね。はい、こういう時はね、まあ、ランチューも風邪いかんように、そして私はもね、風邪いかんようにね、気をつけなきませんね。ね、この前までね、なんか梅雨みたいな感じでとかって言っててね、夜もちょっとムシムシしてました。あ、ちょっと蚊取り線香炊きましたとか言ってたの嘘みたいですね。はい。ということで、まあいろんな話ありますけど、今日も今日パンちゃんたちの様子見ていきましょう。はい、それじゃあいつものハウスの気温からということで、今16度。そして水温の方は、よいしょ。はい、今24度、まだなっております。はい、それじゃね、いつものようにちょっと魚の様子からということで、はい、魚ね、今、こう、なんかちょっと忙しくね、泳いでますね。ちゃっちゃっちゃっちゃ、あっち向いたこっち向いたりと。先ほどね、ちょっとコペポーザ巻いてあげてね、それを食べているって感じですね。はい、水替えの方もね、バッチリしましたし、もう毎日毎日ね、もう必ず、なんて言ったらいいですかね、もう池きれいにね、なぜるというか、こすってね、そして水替えの方も、大体もう8割ほどね、水抜いて替えてあげてね、あと、ろ過ボーイの中とか、まあ、ホース類とかもね、きれいにこすってっていうのでね、大体ピカピカに、仕上げております。私ね、苔生やしてね、飼育しませんので、いつもね、パッと見た感じ、綺麗なね、池を映してっていう形になっております。ね、魚方もですけどね、すごく落ち着いて、ね、落ち着いてというか楽しく過ごしておりますしね、この子たちにとってはね、バッチリ、あった環境ではないでしょうか。ね、この時間になっても、まだまだこの動きですから、まあ、もうちょっと餌かけてあげたいと思います。ね、雰囲気もね、ほんまにふっくらランチューボディの可愛い青子ちゃんたちです。もう魚影まで可愛いですね。はい、それでは今日もバッチリ動画を撮りましたということで、さあ、いよいよね、まあもう5月も15日もう中入ってきましたし、まあ金魚ランチューね、盛り上がってなんですけども、そこにプラス、はい、メダカ部門、ウンシュウちゃんもですね、ついに卵を産んでくれる気温になってきまして、時期になってきましてね、今、メスちゃんらね、頑張っておるところでございます。そして、カブクワ部門もですね、新しい新成虫ちゃんがもうドーンと出たりとか、そして飼育スペースもですね、また産卵適温温度になってきたりとかしておき、ておりますので、またね、計画立てて、ブリードの方も、始めていきたいと思います。ということで、店長ワールド頑張っていくぞー。あおー、ということで今日の記録は以上です。また明日。
はい、本日5月16日月曜日、ただいま時刻16時51分、お天気は曇りのち晴れ、ということで、はい、今日もですね、まあまあ雨は降らなかったですけど、ずーっと曇り空でね、なんかパリッとはしませんね、ここんとこ。はい、まあ別にね、そう方がいいんですけどね。そしてですね、ちょっとね、明日も晴れてますし、ほんで、ずーっと今週、来週とね、お天気がいいんですよ。ねえ、こういうチャンスを逃さないようにね、やっぱここで餌をしっかりね、ガーかけて、で、またもうじき6月ですし、梅雨時も今年はね、早くるとか言うてますんでね、もう今のうちにこう、しっかりね、梅雨の分まで餌やってみたいなね、感じでいきたいと思います。はい、さてね、今日もランチューちゃんたちの様子、早速見ていきましょう。はい、それじゃあね、いつものようにハウスの気温からということで、今、ハウスの中24度。そして水温の方は、てんてけてーん。はい、24.5 度でございまーす。はい、そしてね、本日も元気絶好調、強行足、青子軍団でございます。魚ね、大きさも、3センチになっていたね、子たちもボロボロ出てきましてね、はい、なんかいい感じですね。魚の色もとてもね、綺麗な浅いね、淡い色しておりまして、健康食そのものでございます。そしてね、今まあ夕方5時頃ということでね、みんなこう朝ね、朝からまあ日中食べたものがこうやってふんとして、みんなニョロニョロね、出てきております。こんな感じでね、こうね、フンとかでもね、なんて言ったらいいですかね、こう誰にしよう、あ、この子ちょうどいいな、この子とかでも、ほら、なんか理想的な、ね、いいフンをしてますよ。でかね、こういうね、まあ、排泄物ね、まあ、汚いお話なんですけども、こういうところでもね、やっぱ体調の方とかね、ちょっと変化とかがあったら分かりますんで、こういうね、こういうのいいですよ。こういうの、こういうの皆さんね、覚えておいていただけたらと思います。本当にね、まあこういう風なね、ニョロンとした、まあ立派な糞でね、こういうのはいいですよ。やっぱ先ほどもね、言ったみたいにですね、ちょっとなんか空気が入ったようなね、透明な、ちょっと粘液みたいなね、糞してる時とかでしたら、あ、ちょっと調子悪いなとか、ちょっとお腹悪なってんのかなとかね、そんなんですけど、みんなね、こういう風な健康的なもんでしてましてね。はい。夕方とかね、そういうのをちょっと気にしながら、で、あんま今日はちょっと、ふんしてないなとかと思ったりしたら、まあ、ちょっと餌、かけるっていうか、まあ、ちょっと一回ね、水変えて、そういうのを促してやったりとかね、そういうことをしております。はい。はい、ということでですね、今日も様子の方をご覧いただきました。やっぱりね、夕方この時間になったらですね、食べたもんがまあすんなりね、出てくる時間なんですけども、まあ、その時にですね、やった餌に対して出てるものが少なかったりとか、全然出てないとかってなると、これまた大変なことですし、やっぱ人間でもね、やっぱ便秘になったら辛くなったりとか、まあ長期にわたるとやっぱ体に良くないじゃないですか。まあニキビとかね、吹き出物ができたりとか、いろんなものの原因になったりとかするんで、やっぱね、入ったもんと出たもんの量をしっかり確認してあげるっていうことが大事じゃないでしょうか。でね、またなんて言ったらいいですかね、やっぱそれをパッと見た時に、あ、ちょっとお腹を下してる、あ、餌が合えへんのか、水が悪いんかな、そもそもランチューが調子悪いんかなとかね、いろんなことを考えますんで、やっぱもうね、まあ糞の話あれなんですけども、そこら辺もね、しっかり見ていただけたらなと思っております。ということで、今日はね、時間的にもちょうどいいなと思いましてね、今回そういうお話させていただきました。ということで、今日の記録は以上です。また明日。はい、本日5月17日火曜日、ただいま時刻14時34分、お天気は晴れでございます。はい、昨日はね、ちょっと曇りでね、なんかこう晴れ間も見えない感じだったんですけど、今日はね、ちょっと青空も広がっていい感じのお天気でしたが、まあちょっとムシムシしております。暑いですね。はい、なんかね、予報見てて、明日からね、なんかこう8月並みの暑さとかね、なんか言うてますしね、またこう扇風機とかもう一個増やそうかんとかね、いろいろ考えております。そしてですね、今飼育ハウスの気温なんですけども29度とね、はい、
なっておりますけども、水温の方はですね、ちゃんといつも通り25度キープしております。今から撮影するんですけどね、まあね、ちゃんとね、前言ったら対策してたら、温度のこういう差がね、出んようにっていうのはね、十分できますんでね。はい、まあ私でしたらこう屋根にね、すだれしたりとか、池にこうやってかけてあげたりとかね、扇風機動かしたり、両サイドね、開けたりと、垂れ幕ですけどね、開けたり閉めたりとかね、いろいろしてたらちゃんとできますね。はい、でかね、あ、もうほったらかしにしてたらね、もう水温とかね、もうバーン上がったりとかね、もう寒い日でバーン下がったりとか、結構ね、激しく温度差出ますんで、やっぱね、管理の方はしっかりしてあげなあかんなと思います。ではね、店長の話もそこそこで、いつも通り魚たちの様子見ていきたいと思います。はい、それではね、お水温の方、じゃんじゃかじゃーんと、はい、25度バッチリでございます。はい、それじゃあね、今日もこうドーッと群れをなして、こうガーッと泳いでおる京こまちゃんたちですね。え、いやー、この光景ね、好きですね。どうですか、こう群れをなしてね、こうやって行動してるんでしょう、みんな仲良く。はい、はい、そしてですね、先ほど物差しの方でね、測ると3センチほどね、サイズになってきました。先週やったらだいたい 2.5 センチぐらいだったんじゃないですかね。はい、みんなすくすく、育ってくれて嬉しい限りでございます。はい、それじゃあね、せっかくなんでちょっとね、拾ってみました。こんな感じです。もう全力で泳いで、もう元気爆発でね、ちょっとじっくり見たいところですけどね、まあもうちょっとさっとね、皆さんも見てやってください。いやー、でもね、元気な魚ってこうやって泳ぐんですよ。もうちょっとね、人が触ったりとか、まあ入れ物が変わったりとかね、場所が変わったぐらいでね、びっくりするようでしたね。ちょっともうあれですけども、ちょうどタンバランチェもこれですよ、この動き。はい、ちょっとね、お姿のいいのとかちょっと入れたんですけど、分かりにくいな。でも元気なね、健康食したね、もうちょっとね、色もね、こういうちょっとカメラ通したら分かりづらいんですよ。もう少しうぐいす色っぽいね、ほんまに青子、ザ青子みたいな色してるんですけど、ちょっと実際のこの目で見てるのとね、ちょっとレンズ通して出た気持ち違いますけど、まあね、いいですよ。はい、はい、ということで今日も元気な京こまちゃんたちの姿ご覧いただきましたね。こうやってね、まあでもこうギャーってね、遊んで泳いでおりますけどね、だいたいね、さ、1時間にとか1時間半にね、いっぱいいっぺんね、お団子とか赤虫とかなんかであげております。まあ私はね、この子らのすぐ隣というか、そばにおれますんでね、そういう餌やりができるっていう話なんですけども、まあそれでもね、やっぱ餌の量っていうのはね、やっぱ止まるほどね、餌やるっていうのはちょっと私、いや、まあそれやっていい経験がないので、食べる分ずつまあちょこちょこあげるっていうね、ことをしております。はい、ということで、今日の記録は以上です。また明日。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ということで、今回ね、まあ、動画1週間記録撮っておりまして、まあ、ちょっと撮影のねことなんですけども、その青子ちゃんたちをナイトモードで撮ったシーンがあったんですけど、あれね、ちょっと私何気に気に入っておりまして、あ、なんか面白い絵やなとかね、自分で撮ってて思ったんですけどね。はい、皆さんはどうだったでしょうか、気になりますね。はい、そしてですね、まあ、青子ちゃんたちも元気にね、ほんまにもう病気もせんと、もう毎日毎日ね、元気で過ごしてくれて、もう嬉しい限りでございます。またですね、張り切って育成していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではこの動画良かったらグッドボタンを、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。また見てね、バイバーイ、来週をお楽しみに。